はい、というわけでね、今からレコーディングを開始していきます。今回はね、SKEX しげるかわいのフルコンサートピアノ、まあ、いわゆるめちゃくちゃいいピアノですよね。ショパンコンクールとかでも使われてるようなもうすごいピアノで、後でね、ちょっとあのかわいさんに話してもらおうと思うんですけども、どんなピアノか後で説明もらいましょう。というわけでね、バイバイ。はい、今しげるかわいの調律をしてもらってます。SKEX フルコンサートピアノ、これ何回目だ。これは今日どこから来たんですかね。浜松から運ばれてきました。わざわざ岡山に。いや楽しみです。頑張ります。はい、というわけでね、早速今からレコーディングを、噛んだけど、開始していこうと思います。三浦さんです。お願いします。お願いします。去年もね、お願いしたということなんですけど、今年もね、お願いしました。素晴らしい CD が出来上がるでしょう。頑張ります、はい、いやこちらこそありがとうございます。お願いします。はい、これがフルコンサートピアノ SKEX です。超かっちょいいね。ほら、いいじゃないですか。じゃあレコンディングしていこうと思います。はい、今熱上の1楽章が終わりました。今からね、調律さんにもう一回調律してもらいます。約1楽章で10分の演奏ですが、1時間半かかりました。お疲れ様です。いや、1楽章だけで相当苦戦しましたね。いやいや、大丈夫です。でもなんか思ったよりもね、あの今回分かったのが、やっぱね、あの椅子の音とかホールのちょっと照明の音とか結構やっぱ気になるから、そことかで結構ね時間かかってしまったんで、これから巻き返していきたいと思います。はい、今から2楽章、3楽章をレコーディングしていきます。めっちゃいい音が鳴りますよ。まろやかだけどガンガン出る。ちょっと今はね、やりすぎたけど頑張っていきたいなと思います。はい、皆さんお疲れ様です。今、熱上が無事終わりました。熱上のレコーディングは無事うまくいったということで、1時から開始し、結局今もう4時半です。今からちょっと休憩をして、そこからね、また残りの曲たちのレコーディングを始めていきたいと思います。思った以上にね、まあ、大変だったんですけど、まあ一番大切な熱上が終わったんで良かったです。ここからは意地で弾き切るって感じで頑張っていきます。ただいままた調律が終わりまして、今からショパンの曲たちをレコーディングしていこうと思います。まあ、今日調律さんにね、一日ついてもらってずっと調律してもらいながらこまめにって感じで、特にね、わざわざね浜松から持ってきたってことなんでね、まだ今今日ホールに入ったばっかで、やっぱね馴染むまでちょっとね、あの何回もね調整しながらって感じでやってます。というわけでこれからもね、気合入れて頑張ってきます。ちょい、いい。はい、今やっとアッパーショナータの曲たちが終わりました。お疲れです。結局ね、何十時間もじゃねえな1時から、まあ、夜の8時ぐらいまでぶっ通してで弾いて、なんか今回はね、いい感じに集中力が続いて、めちゃくちゃね、うまくいきました。やっぱね、しげるかわいの EX がね、想像以上にね、弾きやすくてめちゃくちゃね、うまくいったって感じです。というわけでね、終わり終わりー。しゃしゃ、やったやったやった。はい、というわけでね、今アッパーショナータの CD が無事終わりました。いや今回はね、スーパー集中がね、めちゃくちゃ続いて、もうめちゃくちゃね、最高の演奏ができたんですけども、せっかくしげるかわいの EX があるということで、まあ、せっかくだったら10の1を収めたいなと思います。まあそれは、コーンフォークの CD がもうね、在庫がなくなってきているので、まあ次のプレスのためのボーナストラックとして入れたいなと思ってます。そのボーナストラックではね、まあ前のトークとは変えて新しいトークにして、それプラスボーナストラックとして10の1をセカンドエディションとして収めていきたいなと思います。10の1しげるかわいバージョンもプラスで収めてね、セカンドエディションをリリースできたらなと思ってます。いや、さらにバージョンアップした CD です。まっすぐ立ったら画面が切れちゃうので交差してください。というわけで
頑張ってレコーディングしていきます。それではレッツゴー。感じで頑張っていきます。ちょっとね、集中力が切れてきたかもしれないんでね、目を覚ませフォルテ。現在もう少しで終わりそうです。だいぶ疲れました。ちょっとね、さすがに僕の手も疲れてきたかなと思います。あともうちょっとでね終わるので、明日の後はね焼肉が待ってるので、明日もホール撮ってて、明日はね一日 PV 撮影って感じなんですけど、頑張っていきたいと思います。マッチョ、いや結構疲れたマジで、ね、ここは結構大きいホールを撮ってます。はい、終わりました。どんな感じですかね。良かったと思うんだけど、めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすか。ちこれいいっすね。これでいきましょう。めっちゃいい感じでした。いいです。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 が大好きです。